サウチャです。今回はですね、ハロウィンってことでちょっとお菓子のこともねちょっと特集したいと思ってるんですよ。で今回紹介するのはですね、ちょっとこのねリコリスってやつなんですよ。これね、日本だとサルミヤッキとかあとはタイヤグミとかって有名なんですけども、タイヤみたいな味がするとかって言われてるやつで、ちょっとあんまね日本人には受け入れなかったんですよ。これねちょっとこの前以前動画にもしたブラックビーズっていうキャンディーショップの店でね、100g で2ドルちょっとで買ったんですけども、ちょっとねあんまりもね評判良くなかったんで、でちょっとこれだと大きいですよね。ちょっと硬くて、鉄ちゃんも硬いんで、ちっちゃめのやつからちょっとね食べてみたいかなと思います。でこれはですね、はい、早速いただきます。硬いです。味はね個人的には好きなんですよ。なんていうんですかね、ビターな感じなんですよ。で塩気もあってちょっとスコンブっぽい感じもしなくもないっていうか、ちょっと深みのある感じの、個人的にはこれ好きなんだけどね、なんかなぜかね日本人の人はみんなこれはねまずいって言うんですけど、僕はこれ好きです。これはちょっとね、ちょっと硬いんで、ちっちゃくした方がいいと思うんですね。味としては、普通のグミはすごい甘っとい感じなんですけど、このグミに関しては、あんま甘ったらくなくて、食べやすいかなと思いますね。ただ、リコリス自体が、胃にいいんですよ。体にいいやつで。肝臓かな、それを混ぜて塩化アンモニウムかなんかと混ぜて作ったやつなんですよ。これはすこぶるね日本人とか他の外国人からの評判悪くて、王子の人もこれ苦手って人結構いたんですよ。とかちょっとねだいぶ人を選ぶ感じはしなくもないですね。でいろいろ売ってはいるんですけど、やっぱりねキャンディーショップでお土産で作ったやつで買うのがいいですね。よくある駄菓子屋さんとかスーパーで売ってるパックのやつよりも、ここにちゃんと作ったやつの方が割と、はい、物がいいというか、はい、個人的にはおすすめしたいんですけどね。ただ一緒にいるホステルの人からこれはひどいって言われて、まずいし人が食うもんじゃないって散々な評価もあったんで、僕の味覚はちょっとおかしいのかもしれないですけど、ちなみに見た目ね色はこんな感じですね。真っ黒です。黒、本当にタイヤみたいな感じです。形のその弾力感もほぼゴムっていうか、こんな感じです。だからベジマイト好きな人だったら大事だと思います。ベジマイトも結構ね、人気ないんですけど僕好きなんですよ。僕こう見えても何でも食べるんですよ。何でも好きだし食う方ですけど、よく良薬口にらしって言うじゃないですか。だから良薬はね辛い、苦いっていうんですよ。でも僕はねこれはいいと思います。甘ったるいお菓子食べるよりはいいと思います。この色、こういう感じなんですけどね、パッケージやるとこれでもね半分ぐらい今処理しましたけど、僕はね僕は食べてるんですけど、他の人にゲストのね人たちにあげようとするんだけど、みんなね拒絶するんですよ。なんでだろうな、よっぽど苦手なのか、だから皆さんもぜひともリコですね、本当食べてほしいんですけど、食べてほしいんですよ、食べてほしいんですけどね、なぜかこれね人気ないんですよ。でスウェーデンでとっても有名なんですよね。だからスウェーデンとかでお越しの際はぜひともリコです食べてほしいです。ちなみにリコリスはグミだけじゃなくてお茶とかあと食べ物とかにも混じったりするんですよ。でこれはね典型的なリコリスなんですけども、他にもチョコとかねいろいろと混ざったアソートみたいなやつもありますし、そういうのもぜひともねトライしてほしいかなと思います。もうちょっと今回はこれからハロウィンってこともあって、このリコリスをねみんなにね配ろうと思ってます。これをちっちゃくちっちゃくカットして、これぐらいですね、カットしてトリックアトリートって言って出ましたけど、僕個人としては味覚のね解像度を広めてほしいということで、ぜひともね皆さんに詰めたいと思ってます。
構ね、やっぱ日本だと、タイヤグミ、タイヤグミって言ってね、有名なドイツのやつなんですけど、それはね、日本食べた時はね、もうちょっと柔らかめな感じで、これね、結構ね、塩味が結構強くて、うん、ちょっとね、一気に食べるとちょっとしょっぱいな、ちょっとしょっぱい感じがするんですけど、うん。だからやっぱり、僕個人思うんですよ、やっぱりね、5に入れば5に従えとまでは言わないけど、ローカルフードとか、こっちで食べられてるものが食べれる人は、海外だと無敵なんです。僕は好き嫌いないんで、何でも食べれます。で、よくあるのが、こっちで日本食とかね、日本のものを食べようとする人結構言うんですけど、あ、ハエが、ハエが、言うんですけど、ハエは、ハエ、ハエじゃないよ。日本食はですね、アデレードのところで、今日ちょっと行ったんですけど、すごい値段高かったですね。2倍とか3倍ぐらいするんで、日本のね。通常の3倍ですね。シャア専用みたいな。だから、ローカルのものを食べてほしいです。ローカルのフード、まあ、オーストラリアで言えばミートパイとかラプトとか、あとフィッシュ&チップスとかね、バラバンディとかね、あとラミントみたいなね、本当にこっちで作られたもの以外は僕はポリシーとしてあんま食べたくないです。だってその国で作られたものがやっぱり安くて一番うまいに決まってるんですよ、うん、で僕ね、これはね個人的な交渉術でもあるんですけども、ベジマイト、アイラクベジマイトって言うと、オージーはみんなにこやかにいいねしてくれるんですよ。それはね、とっても素晴らしいことです。なので、スウェーデンとかドイツとかね、ヨーロッパ行った時は、アイラクリコリス。スウェーデン行った時は、アイラクリコリスって言えば、いい話になりますよ。もうね、世界は広いんで、ぜひともね、皆さんもこういうゲテモノじゃないけど、この、なかなかのすごい味がすると思うんで、僕は好きなんですけどね。ただみんなね、これを認めないんですよ。それは、良さに気づいただけです。多少評価しただけなんです。このグミはうまいです。ぜひともね、皆さんね、食べてほしいです。ということで今回はね、以上になります。ハロウィンでね、みんなにちっこいの配ってみようかなと思います。まあ、僕は好きに進めますけど、もしこれ食べてまずいとか、そんなの進んでんじゃないというのは、ちょっとやめていただきたい。まあ、うまいまずいは主観なんで、まあ、ちょっと塩気があったり、ちょっと甘みが、甘さ控えめっていうのは、ちょっと控え、それはね、否定しないんで、はい。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も見ていただければ嬉しいです。では、よし。これをね、ハロウィンってことなんで、カットして、はい。みんなにね、このリコリスを配ろうと思います。このリコリス、評判買いなんですけども、まあみんな多分気に入ってくれると思います。はい。ということで、今回の動画は以上になります。ちょっとね、またハロウィンのね様子はちょっとドイツアップできたらいいかなと思います。それで以上になります。では。